ったりとかですかね。やらなあかんことが多いです。本当に抜けた穴がでかいんで頑張ります。応援しててください。お願いします。こんばんは。応援してます。ありがとう。頑張ります。頑張ります。頑張ります。歌唱力、そう歌唱力もねあるんですよね。歌唱力もエントリーしたんで、歌唱力も頑張ります。さっき急に切れそうなんですよ。ちょっと劇場の電波悪くて。髪切った。結構前にボブに しております。え、なんかマジで実感なさすぎてやばい次の公演もミルさんいる感じしかしないです。全然実感ないです。この配信は15分くらいします。三白眼、そうなんですね。三白眼気味なんですよ、私。9日のミックスジュースの公演当選したら行くね。あ、9日ミックスジュースの公演あるんや。ここで知った。いや、本当にファンの皆さんに知らされて知ることが NME メンバーマジで多すぎて。あ、そう、9日公演あんねや。知らんかった。え、知らんかった。さっき発表された。そうなんや、知らんかったいや来ないんですよ。ファンの皆さんと一緒に知るというね、伝統芸ですかこれは。え、そう、10日無着生やからさ、マジでやばいよな。また追い込み量やばやばい。年がら年中追い込み量してるかもやばい。無着せ公演マジで楽しみ、マジで楽しみ。ダンスミなことが多いですね。どんな内容なのか気になる。無着せ公演は大まかな内容は玲子から聞きました。でもまだいろいろするのはまだ知らないです。何するか。でもなんか楽しみ、めっちゃ超楽しみです。めいた、泣いたい。なんか自分の顔から赤ちゃんの匂いがするなんか赤ちゃんのベビーパウダーの匂いがするで、ああ何喋ろう。喋ることない。喋るのあんま苦手なんですよ。赤ちゃんの匂いすんねんけど臭こんばんは。すごい花火がさ、花火が咲いてる。咲いてる？花火が上がってる。ショールームで花火とか見たかったな。
火したかったな。お祭りとかも行きたかったな。いやーリーダーですよね私。やばやば、え、やば、でも言うて結構リハとかの仕切りとかは結構私がやってた部分はあるんですけど、かといってねえ違うじゃないですか、リーダーってなったらまた。だからすごいちょっと不安な部分はあるんですけど頑張ります。喉が、せいやで声出しすぎた感ある。明日から9月、そうやん、やば、え、やばい、どうしよう。私学級委員のグループには入ってたけど肩書きすぎて実際何もしてなかったタイプなんで、本当にめっちゃこうやって引っ張って引っ張ってするのは結構初めてなので、そう暗中模索すぎるんですけど、私らしいリーダーになれればいいなって思ってます。1年早いですね本当に。マイキーの精神でいきます。そうだよ、柄悪いチームにはしたくないですけど。はい、特攻服着てやりたい。特攻服好きです。いやーマジ次の公演は決戦ですね。ドラケン屋です。ドラケンはマジで良い、マジで良い。特攻服、ドラ明けの特攻服マジで好きやった。拳が一番好き。全なんで気合い入れて頑張ります。ちふゆもいいよね、みつやもいい。一つ一つ着実に進んでいけばいいと思うよ。無理が一番ダメだからね。うわー、ありがとうございます。バジさんはいいよ。うん、何分ぐらい経ったんでしょうか今。眠たくなってきた。あ、低身長やからマイキーっぽい。もうこれで金髪にしたら完璧じゃないですか。山崎バンジーリベンジャーズ任してもろて。もう少しで14、15分。いやそうですよ、ドラさん4年目ですよ、マジで。もうやば、時の流れ早すぎてやばい。普通にどうなっていく、やばい、公演終わってるから思考回路が停止してる、マジで。いつも以上に思考回路断線。マリナちゃん、金魚さん、こっちゃんですかね。はい、13位からクッシーさんありがとうございます。12位こっちゃんありがとうございます。11位あんちゃんありがとうございます。10位シンコロさんありがとうございます。9位たっちゃんありがとうございます。8位ヤン008さんありがとうございます。7位マスオさんありがとうございます。6位セールさんありがとうございます。5位キューブレモンさんありがとうございます。4位マサさんありがとうございます。3位マリナさんありがとうございます。2位セイヒロさんありがとうございます。1位クリさん、オッケーさんありがとうございます。ありがとうございました。じゃあまたいつか
会いましょう頑張ります、本当に。はい、ありがとうございました、見てくれて。寝てくださいみんなバイバーイ、ありがとう。